こんにちは、上杉です。今日は右上にあるサビ猫を油絵の具で描いていこうと思います。まず鉛筆で下書きをしたキャンバスの上に墨をつけた筆でそれをなぞっています。墨で黒い毛を描き足していたら、なんだかとても気持ち悪くなってしまいました。この毛が生え散らばった感じがとても気持ち悪いです。こんな感じでサクサクと描き終わりました。今の赤色綺麗じゃなかったですか？手のひらのカメラを撮る時の赤色なんですけど、とても綺麗で嬉しくなってしまいました。これは次の日です。キャンバスのさっきのキャンバスの上に黒と茶色を混ぜた絵の具を塗っています。雑で大丈夫なんですけど、なるべくムラのないように縦にやったら横にやるという感じで塗っていきます。大体塗れました。これを乾かします。5日間ぐらいかかるかと思います。そのキャンバスの上に白黒、下が黒いので白だけで色をのせて、写真のネガみたいな絵にしていきます。これをやっておくと失敗がないので、後で書き込みがとても楽になります。あそこを間違えたとか、ここを間違えたと言って絵を描き直す必要がなくなるので、とても便利ですよ。私も時々やり忘れたり、めんどくさいなと思うんですけど、めんどくさがらずにやってみてください。びっくりします。さっきの白い色を5日間ほど乾かします。その上に今日は色を置いていく作業です。ここになると楽しくなるんですけれども、サビ色は茶色、黒、白とあまり色味がないので、色味がよく出ている耳から描き進めることにしました。黄色っぽい色も塗っていきます。猫には全部に毛が生えているので、毛の毛流れを意識して筆を払ったりして毛流れを描いていきます。なので筆の向きがあっち向き、こっち向き、いろんな向きになります。目の細かいところもやっていきます。この絵のポイントは、猫の目の綺麗さと、あと猫の首のとこのふわふわしたところの毛をポイントにします。そうやって意識して描いていきます。上の目は光がよく当たっているので黄色っぽい色、下の目は影になっているのでグレーっぽい暗い目の色になっています。
細い筆も使って描いていきますね。耳毛の細い毛も描けるか心配していましたが、なんとか描けました。下地を暗い色にしたので、明るい色をのせていって、ふわっと浮き出るような猫ちゃんになってきたと思います。首の毛のふわふわ、ここがポイントなので、慎重に描いていきます。猫のひげ、口元だけでなく眉毛みたいなところからもシャシャって出てるんですね。ちょっとびっくりしました。どうでしょう、下の目の暗いところ、とても綺麗じゃないですか。今直したら、そうでもなくなったんですけど、最初の色がとても気に入っていました。リアルな猫ちゃんは描きたかったので、目と目のアイラインのところと、あと生え際、毛の生え際のところをとても悩みました。どう描いていいのかわからなかったので、何度もいじってみました。あとは細かいところをこちょこちょ書き込んで終わりになります。この手前側じゃなくて奥側の体の方はくっきりパッキリ書かないように
ぼやっと描くように意識していきます。絵を描くというのは、自分の好きなものを組み合わせたり、自分の好きな感覚を組み合わせていく作業だと思うんですよね。で、この油絵の具をこんなに何年も何年も使っているのは、絵の具をこう何回も塗り重ねていった時に、キャンバスの上で、あ、これだと思うような絵の具が何かに変わる瞬間があるんですよね。小木曽さんという美大の先生が言うには、絵の具が何か別のものに変わる瞬間があると言っていました。なんだかその感覚がわかる気がします。手の甲見えますかね。猫にかじられた後です。猫の前で手を出すとパシッパシッと殴られます。それでもすごく可愛いです。今絵を描いている人の参考になったら幸いです。今日もご視聴本当にありがとうございました。